ベリッシュモ・フランチェスコは、イタリア・ローマ生まれの料理研究家、外国人、タレント、俳優、実業家、YouTuber ーー、カラテア。ベリッシュモ・フランチェスコは、日本風に、姓、名の順に並べ替えた、芸名である。株式会社ビリオネア代表取締役社長、イタリア料理研究会会長。イタリアと日本の文化の架け橋的な役割で活躍。 伝統を守りながらも現代の食卓に合うような新しいグローバルスタンダードを目指す。日本各地の食材の素晴らしさや使い方等を世界へ発信。所属は自身が社長を務めるビリオネア。愛称はベリさん、ベリちゃん、ローマ生まれの匠、または世界のみんなに聞いてみたに出演時についたイタリアの種馬と呼ばれる。身長183センチメートル。 体重8 3ラム。1979年1月3日に、ローマで生まれる。家族の影響で幼い頃から料理に親しむ。美学学校デザイン専攻卒。ローマ大学哲学部在学中に、陸軍へ死願、チェサーの陸軍不評学校卒。2001年に来日。東京 YMCA 日本語学校卒。日本語弁論大会第1位受賞。 イタリア語の形容詞、ベッドは、美しいという意味。形容詞、イッシモで、最高、最上級の表現が作れる。さらに、王で終わる単語は、男性名詞、形容詞。ベリーシモは、強調表現の、とても美しい、美男、伊達男、イケメンという意味。イタリアで非常に珍しい名字である。幼少の頃より、親戚のシェフのもと、 カラブリア郷土料理に親しみともに研究に励んできた。そして芸術を学び、ローマで培った感性を料理に生かしている。彼のクッチナは、ローマ料理やカラブリア宗教土料理をベースとしたイタリア料理。さらに、日本やアジア等の様々なアイデアを生かし、マスコミに受けやすい新たな創作イタリアンを作る。日本人の口に合う素材を見た時のインスピレーションから、 生まれ、二度と同じものは作れないと言われる。レストランのコンサルティング、企業のレシピ開発、プロデュース等も言っている。古代、ローマ及び、ルネサンス時代の食事を復元し、食の特徴を研究している。さらに、シカゴ大学研究員ナニエレ・マクッタ・ダシュと歴史と料理をテーマに、アメリカ合衆国、EU、カナダ、日本等の大学やイタリア文化会館で、 共同の文化イベントを行っている。イタリア料理研究会は2005年に設立。イタリアの一流レストランのシェフ、料理人、料理研究家を中心。イタリア料理に関する研究調査、伝統的料理技術の保存、伝承及び研鑽と新たな素材を活用したイタリア料理の開発、普及に努め、日本人の食生活工場に寄与することを目的とした。 研究会。現地会員レストランでのイタリア家庭料理教室の開催、日本人シェフを対象としたイタリア家庭料理教室、会員同士の交流、レシピ交換、レシピ開発など、イタリア家庭料理教室の開催、テーブルマナー教室の開催、イタリア食文化交流に関するシンポジウム、講演活動の企画提案、クッキングショーなど各種イベント企画提案、 イタリアレストランプロデュース、テーブルコーディネート、スタイリング、雑誌、新聞へのレシピ提供、連載企画提案など、困難は最善の時です。多くのことが学べ、人間の頭と心を豊かにしてくれます。日刊すごい人、ボリューム335インタビュー、日本とイタリアの交流を深めるため、イタリア料理はもちろん、おもてなし、マナー、国際理解教育、 食育、ビジネス論、モチベーション、自己啓発、国際問題トークなどをテーマにして、全国にて、数多の講演や研修を行う。小学校、大学や企業、老若男女が対象。異なった観点からテーマを分析し、違う側面から物事を見ることにより、未来への希望を膨らませる。ユーモアのあるスピーチで観客に、新たな喜びと感動を与えていると言われる。 みんな誘われるのを待っているということです。人は誰かに声をかけられたり、誘われたりすることに喜びを感じます。必要とされるのは誰でも、嬉しいことだからです。ビジネスパーソンの誘う技術ダイヤモンド社ベリッシモ、フランチェスコ長ピアニッシモ、188単語で、ロケーション撮影補加多数料理撮影にテスカバー。アワード2012受賞式でベリッシモが登壇。 ありがとうございます。